各選手の大まかな成績や活躍を振り返りつつ、FIFA22 でどのような評価になっているのか、選手パラメーターを確認していこうのコーナーです。今回は今季新加入の青木亮太選手です。今季公式戦39試合、7ゴール1アシスト。新加入選手の中では最もハマって最も活躍した選手と言えそうですが、ゲーム内の評価が全く追いついていませんね。このパラメーターは札幌加入前のものですかね。最も評価されているのはスピードっていうのはちょっと意外ですね。彼もね、小川島選手より速いんですよ、これ。バランスもフィジカルも強いのはキープ力が優れている証でしょうかね。フィジカル強かったかなーって疑問残りますけどね。問題はそれ以外の能力は軒並み低すぎるところですね。明らかにそれは違うだろうっていう点としては、異様に低い冷静さとスタミナ。特に冷静さはね、今季7ゴール決めてますから、もっと底上げしてもいいと思いますね。ただペナルティーエリア内で決めきれなかった場面も多かったので、低めっていうのは妥当かもしれないですけれどもね。とは言ってもミドルレンジから何本か決めていますから、決定力ミドルシュートは底上げした方がいいでしょうね。そしてスタミナです。これ試合見てないでしょう感がすごいですね。機動力はねそれなりにありましたので、こんなに低くても50はあってもいいんじゃないですかね。であとね、ドリブルが波の選手並みなのはいただけないですね。これね、宇宙人ともね形容されたドリブラーですから、ここは70あってはいいかなと。視野とパスもねちょっと低すぎる感じしますね。結構良いね展開する場面ありましたけどもね。特性の負傷癖は仕方ないですね。怪我に苦しんできた選手なので、ただね札幌では今季怪我していません。来季開幕時もねこの負傷癖っていうね特性がねなくなっていくことを願いたいですね。僕は守備能力についてはこんなところかなと感じます。基本的に前線の選手ですので守備はね得意ではありませんのでね。とまあ青木選手に関しては主に家によるパラメーター設定の不満がねほとんどになってしまいました。現状では足が強くてフィジカルが強いだけの選手になっています。いや青木選手はねそんな選手じゃないだろうと。家さんねもし見てたらぜひ参考にしてパラメーターの再調整をお願いします。以上、青木選手のパラメーターチェックでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思ってくれた方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。